アスコリ・グラツヤ・ディオイ・ザイア・アスコリは、イタリアの言語学者。比較言語学、ロマンス語派特に、イタリア語方言の科学的研究、言語基礎理論などによって知られる。アスコリは、ゴリツヤのユダヤ人の裕福な実業家の家庭に生まれた。幼くして、父を失った、アスコリは、学校教育を受けなかったが、ヘブライ学者、サムエル・ダビド・ルッツァット及びその子で、 セム語とサンスクリットの学者であるフィロッセノの影響か、言語学の研究を行った。孤立屋に生まれ育ったアスコリは、ドイツ語圏の学者と知り合うことができ、また、フリウリ語、ベネト語、イタリア語、ドイツ語、スロベニア語等の様々な言語に接することができた。アスコリは、直接ドイツの言語学者に学んだわけではないが、特に、ポップやディーツの影響を受けていた。 1850年代の末にミラノなどに来たイタリアがオーストリアから離れサルデーニャ王国に併合された。アスコリは1860年末にボローニャ大学のセムゴ教授に招かれたが断った。翌1861年ミラノ科学文学アカデミーに比較文法及び東洋諸言語の講座が新設されアスコリはその初代主任教授に就任した。これは イタリア初の比較言語学の講座だった。1889年には、元老院の議員に就任した。1902年に教授を退官し、1907年にミラノで没した。1846年、16歳で最初の論文、振り売りごと、そのわらき屋ごとの類縁性についてを発表した。1854年と1855年に、 東洋学及び言語学研究を出版し、様々な分野の論文を交換した。アスコリはイタリア語方言の研究で有名になったが、もともとのアスコリの興味範囲ははるかに広く、サンスクリットやセム語、トルコ語、エトルリア語などを広く研究した。1861年には、東洋学及び言語学研究の第三巻にあたる批判的研究を出版した。 1877年には批判的研究の第2巻を出版した。アスコリはインドヨーロッパ語とセム語との類縁関係を主張した学者の一人だった。1865年にはロマ語に関する著書を出版した。1870年に出版したサンスクリト、ギリシア語、ラテン語の比較音声学講義はフランスの秘文文芸アカデミーから賞を受けた。 アウグスト・シュライハーまでは、インドヨーロッパ祖母の絶オ音を一種類と考えていたが、この書において、アスコリは二種類を立てた。1873年に、学術史、イタリア語学企業を創刊した。創刊号の書において、アスコリは、フィレンツェ方言をイタリア標準語にするというアレッサンドロ・マンゾーリの主張に反対した。また、同号のラディン・ゴロンは、 ロマンス語の最初の体系的研究だった。第2号に載せた論文では、無限にある言語的際の中に、方言の境界を設定することを無意味とするフランスのポール・メーエルの考えに反対した。アスコリは、ブリタニカ百科事典のイタリア語の方言に関する記事を執筆した。これはイタリア語方言区分に関する最初の科学的な記述だった。 1881年の論文ではフランス語などで U、Y の音変化が起きたことにケルト語派のガリア語の影響を指摘し言語の基礎という語を初めて用いたこの論文はフランスのボルネー賞を受賞した言語基礎については古くから認識はされていたが科学的にこの問題を扱ったのはアスコリが最初だった当時の比較言語学が古い文献の研究に 偏っていたのに対し、アスコリは生きた言語の研究が歴史を知るために重要であることを認識していた。青年文法学派の成果については評価したが、彼らの主張である例外のない音法則や、類推の重要性に対しては、古い言語学者がすでに知っていたことに新しい名を付けたに過ぎないとして批判的であった。ありがとうございます。